うちも。ベイブレード。危ねよ。すいません、オートキャンプ場はどっちから？奥の方ですね。あ、奥の方から入ればいいです。あの左にぐるっと回ってもらっていいですか？あ、はい。とかがこれは違うものだ。ああ、ね、あ、これそうだって。ぐるっと回ってもらっていいですか？なんていう？どこから入ると？あ、違うかな。どっちでもしねえや。すげえ。あ、これあれ謎解き。ここじゃね。あ、ここだね。え、どこへ止めりゃいいの？あ、でも謎解きや。受付はどこなの？館内事務所だって受付。ここで待ってやり。ああ、いいよ。こうちゃん、ここ危ない。ここ、ちょっと待って、ね、ちょっと待って。超危ない、川があるやん。いつもの使ってるところよりかはちっちゃいな。ちょっと狭いよね。これハンモックとか、うん、テントは入るよね。テントは入るんじゃない？入んないんだって。これ近道教えてもらったんだけど、バルーン会場からさ、会場まで。じゃあお茶いいの？こうちゃん、じっとしててくれたらいいんだからな。どっか行かんでね。イロワンを買うの。みんな何食べんの？あ、ここにしようかな。こちゃん、これ食べる？食べたい？食べよ。そうそうそう、コマさんみたいにガブリと噛みついちゃう。はい、よかった。やっとソフトクリームにありつけた。こうちゃん、こうちゃん、おいしい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 。お、すごい。パパ、パパは松茸ご飯、普段お家で食べさせてもらえない。はい、メロンパン2つ、普通に売ってた。横に川が流れてね、キャンプ場のね。やっぱイチョウが結構大きい。ほんとだね。あ、これ空気入れるの。これ何の花か分かる？うん。何？お、すごい、当たり。じゃあ、あと投げて、あのパンパンパンってさ、どこまで行くかやりよ。6個分ぐらいしかないのかな、なんかサイトは。隣のすごいよね、このもうお家みたいよね、このキャンピングカー。隣のや人の
すごいね、これ。どこかにこういうのって売ってんの？売ってるけど高いと思うよ、すごい。うん、おい、こんなのあったらお家いらないやん。こういうキャンプのこれとかね。すごい。公園もなんか写真撮ってんの？こりゃそれあれ空気入れるあれよ、コンプレッサーみたいなやつよ。お、なんかこうちゃんも写真撮ってるよ、それで。今さっき蜂を写真撮ろうって。こうちゃんあんまそっちに行かんといて。薄べったい、それがこういうのとか。そう、お、いった、砂投げてる、こうちゃん。砂じゃない、砂じゃない。まあ最初その中詰めるね。うん、いやそんなね、あれよ。全体にどっちか縦にした方がいい。縦縦。立てるの、そうそうそう。そうそう。まんべんなく炭に火がつくように縦に置く、そうそういう感じ。違う、まず、はい、これすごいよね、あっという間に火がつくよね、これ。水ある？
暑いからな。とりあえず子供たちは焼き鳥。今日は牛タン。この焼き鳥で子供たちをお迎えいっぱいした後に、パパとママはこれで4000円のロースの、はい、ロース、これよかった、焼き鳥だ。焼き鳥の方が好きだろ、カツト。うん、このロースは大人肉、これで4000円。これで4000円も好きやろ。来た、繋がってる。うぅー、いつもパパが近い。はい、これだよ。で、片手には、はい、1本目カットがある。はい、うん、駆け回りすぎたな。もうマシュマロいいんじゃない。綺麗だね、今日は。それより雲とか、うん、はい、こうちゃんお目覚めしました。アマゾンビデオで妖怪ウォッチ見てます、こうちゃんは。キャンピングカーがいっぱい。そりゃそうでしょ。5人ぐらいは寝れるかもね、これキャンピングカー。だってあれよりもさ、大きいってさ。